皆さんこんにちは。こんにちは。マスダケチャンネルです、はい。本日は FC 東京のグルメ事情をご紹介したいと思います。FC 東京のスタジアムグルメは、うん、なんか従来あんまり良くないって言われてたらしいんですけど、クラブ側がかなり頑張って、うん、今は赤尾パークっていうのを、スタジアムのそばに、うん、設けて、うん、やってます。なるほど。赤尾パークこちら、かなりディスタンスが取られてますねで全部で7店舗かな、うん、ぐらいしかないんですけど、うん、全てお肉系みたいです。でもその一つ一つのお店のクオリティはかなり高いみたいなんで、すごく楽しみです。そうだね、はい、それでは一軒一軒ご紹介いたします。はい、行ってみよう行ってみよう。1軒目、燻製杉谷商店さんです。はい、すごいね。本物の燻製をあなたまだ知らないかもしれないかもしれないんだ。断定はしてないんだね。めちゃくちゃうまそうだよね、これ。おいしそう。ローストビーフの燻製ドライカレー。燻製かけるカレーってどんな感じの味なんだろう、ね、これは購入します、うん、店舗もあるみたいで、うん、湘南燻製屋のドライカレーって書いてるけど、うん、大阪にも店舗があるみたいです。でもどうなんだろう、湘南だからなんか別のやつなんかもしれないね。名前が同じでだけかもしれない。あとしっかりとこのように電子マネー決済が可能です。 PayPay、QuickPay、楽天エディなど、うん、ID もできますね。そうだね。交通系 IC も基本的に何でもいける感じ。ここちゃんとさ、アレルギーが書いてある。そうだね。あんま書いてなくない？そう、ありがたい、ね、ということで、ローストビーフの燻製ドライカレーを一つ、はい、クイックペイで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。美味しそう。これは絶対うまいぞ、ね、続いてラムズさん。ラムズさん、ここはラム肉のうわジンギスカン、ネギ塩とか甘だれとかそういうのがあります。本当だね。いや、ラムって珍しいよね。ここのお店なんとこのラム肉を、うん、移動販売式で日本で初めてやったお店みたいです。初めて。そう、もともと北海道出身の店主の方みたいで、絶対うまいだろうな。いやー、ジンギスカンはマジで食べたいから、ね、ちょっと候補に入ってます私。はい、嫁はジンギスカン好きなんでね。そうだね。続いて陸山さん、うん、こちら赤身肉のとにかく有名なお店で、吉祥寺にお店があるみたいです。店舗がね、はい、で半年先まで本当は予約困難なんですけど、うん、キッチンカーだったら食べれるということで。なるほど。ここは事前予約制で、うん、お弁当買えるんですけど、うん、そこで売り切れなかった分は当日券も配布して買えるようになってるようです。なんで僕らはちょっと予約し損ねたので、うん、当日券で購入したいと思ってます。そうだね、はい、うわこれ前評判1位じゃないの。1位だと思います。一番トップにあったよね。で肉山を食べるっていうのは食べることを肉山に登るっていうことを言うそうです。登、うん、るんだ肉山だから、それぐらい有名なお店だそうです。なるほどね。楽しみです。もうサポーター1です。はい、17時になったんで営業開始ですね。そうだね。お弁当こちらになりますね。お箸と袋からご利用ください。ありがとうございました。めっちゃうまそうやばい。続いてイタリア食堂くってけ堂さんです。え、くってけ亭でしょ。間違えました。くってけ亭さんです。爪が甘いんだよな。ここはなんか女子受けしそうなメニューだよね、うん、間違いない。でいろんな
種類のおかずがあって、うん、それを1種、2種、3種といった具合にカスタマイズできるようなシステムになっています。うん、すごいお得じゃない、うん、だって普通のレギュラーサイズサラダ付きで3種盛りが1000円だよ。せやね、すごいよね。すごい。メニュー拡大してみましょうか。拡大あー、どれも美味しそうだ。いいね。はい、戻ろう。で、僕ここのお店をサポーターさんにちょっとインタビューというか、うん、ヒアリングした時に、うん、ここおすすめですよって言われたんで、うん、多分おすすめのお店です。なるほどね。無限の胃袋があれば、うん、行ったのにな。ほんとここをね、私も食べたい。はい、ということで次。はい、続いてこちらはヤスカレーさんというお店ですね。はい、なんか町田に店舗があるらしくて。そうそう、うん、でどういうお店なんだっけ。これはすごく個性的なお店らしくて、うん、人を選ぶ味のカレーと人を選ぶロックが流れてて、うん、さらに人を選ぶ、クラフトビールが飲めるというようなお店らしいです。ね、人を選ぶっていうのは好き嫌いが分かれるってこと。多分そうだと思います。あの、好きな人はめちゃめちゃハマるし。そう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 、ってことかな。多分そうだと。なるほどね。これもめちゃくちゃ食べたいんだけどね、うん、お腹がそうだね。ちょっとここは2回目以降に挑戦してみたいお店かもしれません。でここも事前予約制みたくて、うんうんうん、事前の券が今日日曜日の夜試合なんですけど、うんうん、金曜日までその券がオンラインで販売されてましたということです。はい、次。はい、続いてこちらは元祖天ぷら鶏天丼の一夜さんですね。なるほど。なんかサポーターの方に教えていただいたんですけど、うん、いつもはこれここ出店してないそうです。あ、そうなんだ。なので今日対戦相手が大分トリニータということで、うん、そのまさか鳥ですか。鳥でも鳥天が有名なのかな、大分って。わかんない。そうなのかな。すごいね。すごいよ。いいよね、そういうさ、いつもとちょっと一味変わったお店が出るとやっぱりサポーターさんこのように食べてみたいなって思うよ ね。すごいたくさんの方が並んでます。うんうん、まあ、あと他の店舗よりもメニューが結構豊富で、うん、いろんな味の鶏天丼が食べれます。本当だね、うん、俺だったらタルタル鶏天丼かな。あー、私はむずいな。温玉かな。はい、さよならはい、続いてこちらはミートミートミートさんです。肉かけるさんですね。ここの一押しのものがあって、大判揚げチキンカツっていうでかいチキンフライ、チキンカツみたいなのが目玉商品みたいです。食べたいなこれ。こんなの絶対美味しいよね。食べようかな。で、あとその他にもフライドポテトだったり、あのレモンスカッシュとかありますね。レモンスカッシュとか飲み物も種類豊富にあるので、はい、いろんなものが買えますね。はい、まずはこちら、燻製杉屋商店のローストビーフカレー、うん、めちゃくちゃうまそう。そうだね。もう見てこのプル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 、卵が揺れております。結構ね、最初並んでる人も多かったよね。そう、めっちゃいた。これ混ぜたらいいのかな。混ぜてもいいんじゃない。下の方にドライカレーが。そう、こっちにドライカレーがあって、うん、こっちトマトと玉ねぎ。なるほどね。こっちローストビーフ。ではいただきますね。どんな味なんだろう。ドライカレーか。鬼鬼のうまさ。感想、鬼のうまさ。まあ、うまい。とにかく燻製
選手が入ってきちゃったのなんだろうな、やっぱローストビーフが燻製というか、うん、チックで、うん、なんかドライカレーが単純にうまい、うん、そうなんだ、うん、こういう玉ねぎ入ってるんだけど、うん、これめっちゃ甘い、トマトも、トマトとか珍しいね、トマト、玉ねぎ、なんかタコライスみたいな、あ、ね、そんな感じだよね、具材感じなんだけど、まあカレーだね、これうまいわ、じゃあ私もちょっとこっち食べてみたいなと思います。いただきます。うん、なんだなんだ、おいしい、うまいよね、これね、本当に肉に燻製の味がしっかりついてる、うん、今までに食べたことないような珍しいお肉だ、だね、うん、あとこの玉ねぎとトマトのシャキシャキ食感が、あ、いいね、うん、なんかこのカレーとうまく合わさって、うん、なんか味のアクセントになってて、すごい美味しい。そうだね、うん、肉山の肉を見てください、この輝きを、やばいな、こんなの絶対美味しいもん。じゃあ最初に赤身肉からいってみようかな。肉山といえば赤身肉ですからね。うん、え、うまいの、まさか。これ買ってからちょっと時間経っちゃったんだけど、うん、それでもガチガチになる、硬くなることなく、うん、美味しい。あとね、うん、味付けが結構特徴的かもしれない。あららら、始まっちゃったな。今まであんまり食べたことない味付け、なんか、まあ、もちろんそのスーパーで売ってる焼肉のタレとは違うような、うん、なんか本格のお店の味がする。なるほど、うん、次、豚バラ肉いってみよう、うん、美味しそう、見て、分厚い。さあ、どうなんでしょう。うん早いな、リアクションが。食べ応えが抜群。なるほど、うん、うん、ああ、うまい、絶対うまい、安定の豚バラ肉の味。ちょっとずるいな、角煮に近い、ちょっと美味しすぎる。さすが、これは肉山ですね。これは買ってよかったです。肉山登頂ですスタジアムグルメを完食いたしました。めちゃめちゃ美味しい。これやばいな、ちょっとえぐい、ありえない、うん、肉のレベルが高い。今日はしっかりしたご飯系のスタグルが多かったので、うんうん、今日は2人ともね、そういうお弁当系のやつを食べたんだけど、そうそう、あの本当にお世辞抜きで、うん、どっちも美味しすぎる。美味しかったね、うん、今日食べた2つ以外にも、うん、この FC 東京のスタグルもっといろいろ食べてみたいなっていう、そういう気持ちになりますね。そうだね、あんまりあの徳島とか湘南みたいに数は多くないんだけど、うんうん、でも一個一個のレベルが本当に高いと思う。いや、そうだね、ということで皆さんもぜひ FC 東京のホームスタジアム、味の素スタジアムに来た際は、うん、スタジアムグルメを楽しんでみてください。はい、今日はちょっとこの緊急事態宣言明けたんですけど、うん、マンボウがあるようで、うん、お酒の提供はなかったです。そうだね、アルコールがダメだったんだよね、まだ本来あれば、うん、FC 東京ビールっていうのがあるらしくて、うんうん、麦の味がしっかりしたドイツ系のビールらしいんで、めちゃめちゃ美味しそうじゃん。次はね、ぜひマンボウじゃない時に来て、うん、FC 東京ビール飲みたいと思います。絶対飲みたい。はい、ということで本日はアジスタのスタグルについてご紹介しました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら、バイバイ。